花の便り、宮本百合子作。シルビア・シドニーが一人二役を見せどころとして主演した三日姫君という映画があった。外在募集のためアメリカへやってきた何とかという世界地図にも載っていないような弱小国の麗しい姫が、ニューヨークへ着いて間もなくおたふく風に取り憑かれてしまったので、その身代わりを不利二つな容姿を持った一人の貧乏で初な失業女優が務めて、終わりにはめでたい大新聞の若い社主と結婚するという筋であった。最近日本ではその筋書きとは逆な公爵令嬢の17日女給ということが現実の世界で行われた。その公爵令嬢が他ならぬ子東郷家元帥の孫娘であったことは世間の主張をそば立てしめた。よしこ嬢が浅草のカフェJLで味噌汁をかけた飯を立ち食いしつつも朗らかに付近のあんちゃん連にサービスし人気の商店にあったという新聞記事を読んで、一般の人々はどんな感想を抱いたであろうか。いわゆる名流家庭の親たちの中では依然としてある恐怖を感じた人々もあったであろう。好奇心に驚きの混じった感情でたちまち話題の中心とした霊嬢らのおびただしい数があったであろうことも、女子学習院という貴族の女学校によしこさんが席を置いていた以上想像されることである。あの記事でこれはありつけるぞと取り急ぎ紋付き袴を一着に及んだ人相よからぬ職業的一団のあったことも時節柄明らかである。今月の雑誌は引き続き世間の興味を受け継いで何かの形で東高校令嬢の女給ぶりを記事にしているのである。ある読売雑誌にはかっちゃんと呼んで断髪へこ帯姿のよしこ嬢を貼ったあんちゃんの一人がいかにも町の若者らしい情感を持って、かっちゃんがそこいらの女給などは夢にも知らぬカメラの話、ヨットの話、華美な夏の鎌倉の遊楽生活を話したりするを聞いて、映画的憧れ心を強く刺激されたことを物語っている。この若い男の結論も、やっぱりどこか違っていた。というので、冷めての今は、ぼーっとなった何か、夫にめいた印象を読者の心に注いでいる。東郷公爵家から警察を通じて、よしこ嬢を取り巻いた5人の平民の若者に、お礼として50円ずつよこされ、狐につままれたような気持ちで誇示するのを強いても握らされて帰宅したという記事や、また、当時そうとは知らずにもったいないことをしたと漏らした客の言葉などは、第三者の立場にある者の目にはなかなか興味ある社会的な内容を含んで映るのである。何かの弾みに間違えて平民の社会に天振った公爵令嬢よしこがつつがなく再び天上したからには、すべてはあの時ぎりの白実務とし、東郷公爵家というものの周りはまた閉ざされたかのごとき感じを世間が持つよう細心な努力が払われている。湯浅久蔵が女子学習院の卒業式に出席して前例ない峻厳な家族の女の子たちの行基粛正論をやったということが目立ったぐらいで、
あえて道徳問題や親の不取り締まりとかいう点につき問題化するものは少なく、日頃は根掘り葉掘りの好きな新聞記者さえ不礼 N 点のあることを言外にほのめかす程度にとどまっている。私は先日図らずもある写真屋で統合校一家の家族で撮った一枚の写真を見た。吉子城の父という人、母という夫人、兄弟たちをも眺めた。かっちゃんこと吉子城のお守り代として50円ずつ出したということのうちに、現れているかようなものとは違ったものの考え方が、自らその家族写真を見た時も心によみがえり、私はゴーゴリーの小説の一ページが生きてそこに立ち現れてきているように感じたのであった。一人の人間が社会的に有名であるということは、場合によってはその人の不幸であるばかりでなく、一家一族の不幸とさえなる場合がある。名家二代なし、といった古い言葉は疑ったところを持っている。ろくろくとしてただごとなからんことばかりを期し、親の財産の番でもして生涯を終わるものならばいざ知らず、一代で名をなす男女の生涯は、その人たちの属す社会層によってある基本的な違いはあるが、それぞれの意味で強烈な生活力の横漏れである。時代と時代によって動かされているその人の属す階級の歴史的な性質に発言の形は支配されているにしろ、凡人以上の個性が日夜動いている。強い電気の中心により弱いものが吸い付けられ、それに従属した形になるのは家庭の生活の中では一層はっきりした事実である。偉い親父を持って人に言うこともできぬさまざまな苦痛を経験する息子や娘というものがこの社会にどのくらいいることであろう。まして封建制の強い日本のように高名な祖父あるいは父が家庭内で支配権をおのずから握っているばかりでなく、世間へ出てまで二言目にはまずあれは誰それの息子娘として批判の基準を置かれることはいかばかり苦痛であろう。弱気な若い者が中途半端に萎縮し、少し勝ち気な青年たちが反抗から放蕩に陥ったりすることは理解される。自身にのしかかるそういう重荷の歴史性をはっきり解剖し、根底から社会通念を人間が生きるに合理的な方面に導こうとする建設の道へ身を投ずる者は少数の本当に強い心持ちの若者であろう。しかもそれらの勇敢な良心的な若い息子や娘らの努力をも、いまだ打ち砕くだけ暗い伝習の力は強い。岩倉校の娘が転校した後自殺した。無限の語らざる訴えを私は心に銘じて今日も忘れ得ないのである。東郷元帥という人が日本の資本主義の発展のために書くべからざるものであった過去の戦争において巨大な功績を残した人であり、人格的に卓越した将であったことは、近頃種々の刊行物に現れている日露戦争の思い出話のうちにも十分に伺える。志望にも長け、情に厚く、大胆な決断力をも増していたであろうが、例えばバルチック艦隊全滅の勝利にしろ、戦争は一人核力でない以上、大衆方の条件との相対的な関係というものが大きい作用をしている。あの自分ロシアは
ヨーロッパの眠れる熊と呼ばれた。眠っている、しかし吠えて立ち上がったらどのような力を振るうかもしれぬというのが、広大な国土の先制力に対する列強の予想であった。それに対して日本は、今日と全く違った目安でヨーロッパ諸国からは見られていたのであったから、イギリスの力を感情に入れても、この取り組みは世界の注目の的となるのは当然であったろう。ロシアの艦隊が、その実質にはツアーの政府の腐敗を反映してどんなものであったかということは、ソビエトの海洋文学の作者、ノビコフ・プリボーイの近作、対馬が私たちに雄弁な描写を与えている。アドミラル・東郷の有名が世界に轟いたのは、それらの内的・外的の特殊な時代的特徴の濃い所要点の結合の結果であった。元帥ほどの人物がそこを見落としていなかったことは、彼の日常生活の簡素な心が、毛や歴史の上に孤実的武勇を誇示することを嫌ったというところに現れていると見ることができる。ところが、元帥を囲む社会関係においてその心得は、常に十分活かし得ないで、とかく偶然化されると同時に、自身もいわゆる、今日超え得ず、経済機構の変革につれ、反動的な力が増すにつれ、いつしかそのために利用される存在とならざるを得なかった。おじいさまがおじいさまだから、というところから強制され、生じる無理は、家庭を支配する空気の中に、26時、中何か否定的な方面の作用を営んでいることは、誰にも推察される。よしこ城は、その、双方の生活気分を、ひっくるめて面白くない、という表現を与えている。うちがそういう事情で面白くない、面白そうなところ、と目されたのがカフェであった。小市民階級の娘たちが、うちが面白くないので飛び出して、例えば映画女優になりたいとか、ダンサーを志すとか、いうことはしばしばあり、そこには客観的に見た、逃避は別とし、自身の才能についてのぼんやりとした選択が認められる場合が多い。よほど質の低い、地方からポットでの18区の娘ぐらいが、カフェ女給は面白いと単純に考える可能性を持っている。いくら職業を探してもないから、とうとう食うために女給になったという若い女は数多い。それは現在の経済危機の増大につれ増加してきている。別個の問題であると思う。よしこ城が東郷元帥の孫としてのつまらない生活の反対物をカフェに見出したところに、子供のうちから消費生活にだけ慣らされた娘の気分と、今日の貴族階級が生活感情の実質においては、石化指定に対する総秩序の効果的態度に逆比例するデカダンスや低俗なエロティズムに浸透されていることがわかる。よしこ城によって実行された17日上級の試みが、最も無邪気な貴族令嬢の映画好みのアバンチュール、またはナンセンスな茶目ぶりと解釈されるにしても、やはりそこにはよしこ城がああいう階級の一部の若い連中の密かな興味の代弁者、であったことだけは顕著なのである。日露戦争から今日までわずか30年経ったばかりである。その祝祭は様々な戦勝追憶談として華々しく新聞雑誌に連載されているけれども、この30年間に我々の住んでいる階級社会はどのように推移してきたことであろう。
ごく小さい形をとって現れた霊をとってみても、一方に東郷よし子の女給暮らしがあり、他方に転校させられて自殺した岩倉の娘の人の胸を打った進歩への献身の実例がある。後の方の霊を滅地遷とする法規を改正し得ても、前者のような画性の優生学上から見ての腐れをいかんともなしがたいところに、戦勝団からは漏れている現実の力強い示唆が潜んでいることを感じるのである。近頃婦人ばかりの名を連ねて結成された二つの会が世間の注意を引いた。一つは娘の自殺によってひびだらけであった家庭生活が崩壊した元の桜内大義士夫人、その他が集まってこしらえた女ばかりの株式会社であり、他の一つは理学博士、医学博士というような人の夫人の一部によってこしらえられた男衆協会である。女ばかりの株式会社は要するに御亭主の支店のようなものであり、女の最新で儲けてみせますという太刀のものである。大阪あたりでは女ばかりの株式会社もすでに珍しくはないであろう。朝日グラフか何かにこの女株式会社の女重役連の顔合わせの宴会の写真が載っていた。私はその写真を見て、立派な裾模様の上に乗っているおしろいの濃い女の顔の表情に、衣装によって引き立てられるほどの美も漂っていないのに、ある感想を刺激されたのであった。男子教会はこの社会の不幸である悪質の病気、アルコール中毒等の遺伝から子孫を防衛するために、そういう変質者病人の男子を人道上の常識としようとする科学的立場によって組織された会である。三次制限を不道徳であると婦人科の上位士である吉岡弥生女子が数年前言明したことは、一般の人々を呆然とさせた。科学に従事する者の間にさえ、そういう名門の残っている現代の理性の水準である。男の医者、その他の人々の中に、優生学の見地に立っての男子にも賛成しない考えがあるらしい。それに対して男子協会は、女として母の立場からも男子の社会的意味を広く理解させようという意図のもとに作られたと思われるのである。ごく最近、私の一人のいとこは遺伝性の脳梅毒で発狂したピアニストの卵に危うく殺されかかった実例がある。私の5つで死んだ妹はやはり脳に異常が起こっているのを心づかず、治療を任せた医師の手落ちで死亡した。私は変質者、中毒患者、悪質な病人等の男子は実際から見て、この世の悲劇を減らす役に立つと信じる一人である。結構なことであると思ったのであったが、私の心にはこのことにつれ、おのずからまた別用の観察が湧いた。有名なイタリーの犯罪心理学者であったロン・ブロゾーは、人間の頭蓋骨の発達の形や顔面の角度の関係やらを統計して、今日でも適用されているいわゆる犯罪型というタイプを規定した。さらに彼は、これらの先天的に犯罪型の頭蓋を持って生まれ、何か犯罪をやって現に拘禁されている者の両親は大抵揃っていず、女親だけで、その女親も賠償婦が効率を占め、またその女たちはアルコール中毒にかかっているか
さもなければひどい酒飲みが多いと結論している。ロンブロー像はそこまで社会の現象を探求したのであったが、そこからは元へ戻って、だから犯罪型の人間は目下地道に暮らしていようと先天的な犯罪可能者であるという宿命論めいた断言を強めているのである。ロンブロー像の現実のつかみ方は現象主義で、目の前に現れていることだけの統計によって自説を固めた。彼は一歩進んで、それならば犯罪型の頭蓋骨を持ち、脳の発育の型を持った者の両親はなぜに片親となったか、なぜ女親は多く賠償婦になっているか、飲んだくれであるかという社会関係にまで突き入って、人間の政治を研究する力を持ち合わせていなかったのである。ロンブロー像は警察官の先入観念に一つの犯罪型という骨相上の分類を加えてやったが、失業と夫婦生活の破壊との生々しい関係、失業と賠償との、直接な関係、大多数者の慰安内生活と低劣なままで継ぎ止められている文化水準とアルコール中毒との具体的関係、ましてや戦争の後機関兵によって伝播される下流病の恐るべき問題などについては科学者として一刀も切り込んでいないのである。断種の科学性と人類を幸福にする効果とを広く理解させようとする婦人たちは、果たしてどのくらい深刻に真に断種すべきものは男性のある分泌腺ではなく、一切の社会悪と疾病との根源である社会そのものの歪んだ非人間的構成であることを観察していられるであろうか。私が心を捉えられた一点はそこにあるのであった。ソビエト同盟を旅行していった間に、私はいろいろなことから意味深い印象を与えられたのであるが、肺病、梅毒、アルコール中毒等が旧社会から民衆の上へ重荷として残された社会病として、驚くべき大規模で相当に着手されていたには目を覆った。労働者のクラブには衛生陳列室があって、性病とその遺伝の害悪を模型や図解で示し、肺病、転換、アルコール中毒等についても若者たちの具体的日常的用心を喚起している。竹内茂雄女子は日本女子の体格分類統計をもって医学博士になられた。彼女の博士論文から引き出された論によると、女学生の体格は統計上背が高くすらりとしたタイプであり、女工たちの体はずんぐりで低く四肢が短い。この統計によって見ても明らかなように高級な知能活動にはすらりとした背も高いタイプが適し、工場の労働、農業などにはずんぐりで手足も太短い娘が適しているのである。言い換えれば、今の世の中で下積みの女は下積みで生涯を過ごしていいように生まれていると、そういう論である。私は伊地沢辰吉博士の随筆を待たないでも医学博士というものの実質に多大な疑問を持ち、また愚劣さを感じた。現在のような社会で女が弁護士となり、また医師になるのは、その専門技術を通して婦人大衆の大小さまざまの身にあえいでいる肉体と精神とを少しでも幸福の方向に助け導くことにだけ社会的意義がある。さらに鋭い科学者の観察で現実を見極める卓越者は、やがて婦人大衆の生存の苦楽は男との相対関係にだけ規定されるものでなく、
両性の関係をも支配するところの社会機構の本質の問題にかかっていることを看破せざるを得ないだろうと思う。私は夫の学業を信頼し、科学性の常識化を願望する良き数人の婦人たちが、科学の科学性を十分発揮しうる社会とはどのような社会であるかということについて、優しい心で真面目に一考されることを切望するのである。